カラントの発生情報は絶え間なく届くし、一つ一つ処理していくのは至難の業だな。カラントの情報があった場所に何らかの法則性があれば効率よく討伐に回れるのかもしれないが、そうだ、さっきの会議で取った地図のメモがあるから、それを見て考えてみよう。あれ、ポケットにない。ああ、会議した天幕の中に忘れたのか。仕方ない、取りに行こう。そうなのよ、キリト君ったら。俺の名前が聞こえたぞ。何を話してるんだ。入り口にちょっと隙間が空いてるな。キリト君はね、私たちの世界では黒の剣士って呼ばれてたんです。ほう、黒の剣士ですか。そのままとは言えますが、キリトらしいですね。ともかく有名人だったわよね。 SAO 事件全記録にはたくさん登場するし。あれ嘘ばっかりだってキリト君よく恥ずかしそうに言ってるけどね。あの本みたいにカッコつけてないって言うけど、私はそれなりに忠実に再現されてると思うのよね。本人に言ったらまた顔真っ赤にしちゃうよ。まずいな、出ていくのが気まずい。というかちょっと恥ずかしい。黒の剣士以外にもお兄ちゃんはいろんな名前で呼ばれてたよね。うん、ビーターなんて呼ばれてることもあった。あ、こっちの言葉でちょっとずるい人って意味かな。先輩がずるい？そんなの想像できないです。妬みというものだろう。キリトは人からそういった感情も受けやすいからな。なるほど。それで黒の剣士様は一体どんなことを成し遂げたの？私たちそれを聞きたくてしょうがないのよ。ファナティオ殿までなぜ？私はあくまでも剣士としての坊やを知りたいだけ。他意はないわよ。どうだか。はい、私もキリト先輩のことをもっと知りたくてここへ集まりました。まあ私はどうでもいいけど、ネルが聞きたいって言うからさ。聞きたくてしょうがないと言って無理やり私まで連れてきたのはジェルでしょ。ちょっと違うってば。なんだ、これはそういう趣旨の集まりなのか。なおさら気まずい。とてもじゃないけど出ていけない。わかったわ。それじゃあ浮遊城アインクラッドの話をするわね。ある時私たちは元いた土地から引き離され、アインクラッドという城に囚われてしまいました。その城から脱出するために私たちはキリト君と一緒に戦い、100層ある城の頂点を目指したんです。そして100層目にたどり着き、キリト君はその城を作った創造主と戦い勝利を収めました。それにより6000人近い人々が救われました。めでたしめでたしってところかな。かなり中略してるけどね。そんなたくさんの人を。すごいです。あいつらしいというか、やはり期待を裏切らんな。そのアインクラッドという場所でも100層まで。あやつはやはり予想を超える行動をするからの。まあわしはキリトと同じぐらいその浮遊城の創造主とやらには興味があるがな。ところでキリトはあの二刀流でその創造主なるものに勝利したのですか？ええ、そうよ。ほう。アリスちゃん、正直に言いなさいよ。私もその戦いを見てみたかったものですって。そんなこと思っておりません。そうよ、素直に言っちゃえ。言っちゃえ。やめてください。私はただ初めてキリトが日本剣を背負った姿を見た時、妙に様になると思いました。その勘が当たったことに改めて驚いただけです。やっぱり
アリスさんは鋭いわね。よし、そろそろ出て行こうか。話が途切れたし、偶然を装って。それにしてもキリトはどこでも女の子を引っ掛けてくるわよね。え？ほう、それは興味深い。確かにキリトにはその節があるようですからね。今ここにはいないけど、ストレアやフィリア、それからプレミアに、セブンちゃんにレインさんもじゃないですか。え？セブンちゃんにレインさんも？私そこノーマーク、いえ気づいてませんでしたよ。先輩を好きな人がそんなにいっぱい、ここだけでもいっぱいなのに。確かに、あやつは行く先々で美しい女子に鼻の下を伸ばしておったからも。まったくしょうがないやつね。誤解だ、俺は何も。あらあら、坊やって本当に女心をかき乱すのね。罪な男というか、なんというか。そんなにたくさんいるなんて、勝ち目がなく思います。いかなる不利な状況であろうと、勝負は勝てないと思った瞬間に終わってしまう。つまり諦めずに挑むことが大切だ。これはキリトが教えてくれたことだぞ。確かにそんなことを言ったけど、それは剣の話です。ここで応用しないでください、先輩。まあ私はキリト君とは長い付き合いなので慣れていますけどね。以前から気になっていましたが、その長い付き合いとは具体的に言うとどれほどのものなのです？相棒として戦ったのが2年間、その後お付き合いが1年半、2週間一緒に暮らしたこともあるわ。なるほど、確かにその歳月の長さは認めましょう。リアルワールドではお前たちは深い関係だったようですね。しかしこの世界ではキリトは誰とも婚姻していません。つまりいかにその歳月が長かろうと関係ないのです。誰しもが平等にキリトを見つめる権利があるということではないでしょうか。ちょっとそれはおかしいんじゃないかな。私とキリト君は恋人同士なんだよ。アスナ、顔は笑っているけど声は笑ってない。まずいな、このままだと言い争いが起こってしまう。当事者として止めないと。よし、何も知らないふりをして入っていこう。よーほーみんな、ちょっと忘れ物して取りに来たんだ。キリト君、お前突然入ってくるなど無粋ですよ。ごめんごめん、話の途中だったか。あ、みんな何話してたんだ。リアルワールドの話よね、みんな。そうなんです。リアルワールドってどんなところなのか気になっちゃって。そうそう、2つの世界の違いについて話してたんだよね、フィゼルちゃん、リネルちゃん。そうだぞ、なぜ急に触ったんだフィゼル。うん、リーファちゃんたちがいた世界ってこの世界だと食べ物が違うんじゃないかって話してたんだ。はい、こんな大きい胸の人は見たことがないので、同じ食生活をしているとは考えられませんでした。そして結託して嘘をつくのか、なんて子供なんだ。人の胸部に触るなど不遜極まりありません。リーファも嫌がっているでしょう。やめなさい。アリス様も羨ましいって言ってたじゃない。第一、そんな話はしていない。 いえ、私はそんなことを言った覚えはありません。話してあげなさい。はーい。とりあえず二つの世界の違いについて話してたの。すまないリーファ、俺のせいでお前を恥ずかしめに合わせてしまった。そうなのか。でも正直、二つの世界に違いなんてないよな。
小さな違いがあっても根本は同じだ。現にこうして話せばお互いのことを分かり合えるだろ。確かにそうだね。話すことでみんなのことを知って仲良くなれるものね。それには一理あります。リアルワールドの話というのは興味深く勉強になりますし、それぞれの世界で誰もが懸命に生きているという点に関しては変わりがない。よし、これで話は収まりそうだ。さあ、忘れ物を回収して立ち去ろう。そうじゃな。二つの世界に大差はない。キリト、お主はどちらの世界でも同じように女子の心をかき乱しておるからな。カーディナルさん、わしは気づいておったぞ。お主、実は先ほどから天幕の隙間からこちらの様子を見ておったじゃろう。お前、密かに盗み聞きしていたというのですか。ほうほう、お前らしくないな。あ、あれもこれも聞かれちゃった。先輩、どうして。もう、キリトのエッチ。なんでだよ。お兄ちゃん、聞いてたならそう言ってよ。リーファ、本当にすまない。ちょうどいい。今お前がここにいるのならば直接聞きましょう。何をです。お前はこれまで一体何人の女性の心をかき乱したのです。いずれ誰か一人に絞る予定はあるのでしょうか。そんな、俺は何も。そうね、本人にかき乱している自覚はあるのか、そしてこれからどうする気かは確認する必要があるわね。いや、俺は本当に何も知らないというか。キリト君。はい。私も一度キリト君がどんな風に思っているのかちょっと聞いてみたかったんだ。いや、その。さあキリト、観念しなさい。面白いことになってきたわね。いや、俺は全然面白くない。さあキリト君、答えが聞きたいな。俺が忘れ物をしてしまったばっかりに。